国際革命作家同盟、または革命作家国際連合は、1930年代に活動した文学者団体である。プロレタリア文学の国際的な組織として、1920年、プロレトクリト国際ビューローが設けられ、1925年、革命文学国際ビューローに改祖された。1930年11月6日から15日、 22カ国のプロレタリア作家を集めて、ソ連のハリコフで、同ロー第2回大会が開かれ、国際革命作家同盟と解消された。プロレタリア文学、革命文学の国際交流に大きな役割を果たし、1935年に解散した。機関誌、世界革命文学、インターナショナルリテラチャーを刊行。小林滝次の小説、カニコーセン。 1928年3月15日がロシア5番第10号に厄載された。また、セオドア・ドライサーの文章がたびたび掲載された。文芸評論家、勝本誠一郎は、ベルリン留学中日本プロレタリア、作家同盟代表として、作家、藤森聖吉と共にハリコフ会議に出席し、日本のプロレタリア文学運動について報告した。 日本プロレタリア作家同盟は1932年2月モルプに加盟した。1929年10月に結成されたアメリカ合衆国のジョンリードクラブはハリコフ会議に6人の代表を派遣。後国際革命作家同盟アメリカ支部となった。国際革命作家同盟フランス支部は1932年3月に結成された。 革命作家芸術家協会であり、機関誌、コミューンの編集委員は、アンリ・バルビュス、ポール・バイアン・クーチュリエ、アンドレ・ジット、ロマンド・ラン、編集事務局は、ポール・ニザン、ルイ・アラゴンが務めた。革命作家芸術家協会が編集した雑誌、フイユ・ルージュには、小林拓二が警察の手によって、東京で殺害されたことに抗議する記事が1933年3月に、 掲載された。その他の加盟組織として、ソビエト連邦作家同盟、ドイツプロレタリア革命作家同盟、ポーランドプロレタリア作家グループ、ハンガリー革命作家芸術家連盟、オーストリアプロレタリア革命作家同盟、中国左翼作家連盟などがあった。ありがとうございます。